はい、皆さんこんにちは。デザインアート代表の青木です。デザイン&アートフェスティバルデザイナー東京は今年も10月の開催に向けて準備を進めております。3月1日より出展エントリーの受付がスタートしました。このビデオではフェスティバルの出展方法の説明をしてまいりたいと思います。今日は有明という家具ブランドで話題の平田チェア東京様にご協力をいただきまして会場をご提供いただきました。ありがとうございます。青山3丁目の交差点から西麻布に向かった外苑西通り沿いにありますので、ぜひ、皆様もご覧いただければと思います。ここにですね、一緒に初年度からやってもらっているですね、デザイナーとの発起人も集まってもらいました。皆さんこんにちは。こんにちは。さて、デザイナー東京は2017年にスタートしまして、今年で7年目を迎えました。まず日頃から、ご支援とご協力をいただいている、本当に多くの皆様にですね、そして、来場していただいた皆様に発起人、事務局一同心より感謝を申し上げたいと思います。昨年は天候にも恵まれまして、65会場92組の出展者によりご参加、そして来場者は延べ20万人にも達し、集客に加えて PR や販売も振るうことができました。2023年のテーマはスパークス、思考の解放です。さまざまな、社会情勢の大きな変化の中でですね、私たちは既存の概念を覆されて根本を見直すことを余儀なくされました。自然を満喫しながらリモートで作業をしたり、家具や照明、アート、植物などで暮らしを充実させたりなど、もう本当にこう足元にあった小さな光を発見するかのようにですね、新しい気づきを得た人は少なくないと思います。今年はテーマにあるように新時代の暮らしを照らす思考を解放したクリエイティブを持つような出展者を世界から集め、お客様との出会いやビジネスを加速できるよう一同努めてまいりたいと思いますので、ぜひご参加いただければ嬉しいです。ではここで、発起人の皆さんからも一人ずつメッセージをお願いできればと思います。はい、スパークは、すごい小さな光なんですよね。なんかこうフリクションから生まれて、なんかこう広がって飛び出すんですよね。でその飛び出したところが、いろいろな人がなんか与えて、またそこでもう一回のスパークってなるんですが、本当になんかインスピレーションのように、いろいろなクリエイティブなアイディアがスパークオフってなるんじゃないかなと。なんかこう手持ちの花火みたいな感じで、もちろんいろいろなスパークが飛び出すんですけど、なんかそこの美しさってもあるんですよね。なんかいろいろこうインスピレーションになって、そういうなんかまあ本当今年は、そういう意味で、デザインアートでいろいろなスパークがあって、また訪ねてきてる人たち、インスピレーションになって、またそこスパークオフってなったら、楽しみですね。デザインアートは大きな線香花火みたいな感じ。いい表現ですけどね。日本らしいでもちょっときらめきがある。And just to explain a little bit about Design Art Tokyo. This is our 7th event, and it's going to be taking place this year from October the 20th to October the 29th. So we hope you all think about coming to Tokyo and sharing your designs here. Last year was a really successful event. We had over 240,000 people come to the exhibitions over the 10 days. There were 95 exhibitors in 65 galleries and locations. So it was really, really exciting. And that was just coming out of Corona. So we hope this year there's going to be even more people coming to Tokyo. It's filling up now, so we hope to see you here. This year's theme is Sparks.
And I think that's really important. I think there have been some dark times and it's nice and bright and lively. But of course it's about sparking ideas and people coming together and sparking more ideas and almost getting a chain reaction. So we hope you'll think about that and we hope you'll come and see all the bright sparks here in Tokyo in October. Minasan, konnichiwa. Kotsujo's theme is sparks. It's a very good theme, I think.去年はその環境に配慮したような作品が多かったりとか、その年その年のこう見どころがあるのかなと思っております。で、今年はそのスパークスということで、一つ一つのそのきらめき、まあ、なんか光がこう弾け合いながら、なんか新しい化学反応が発見できるのかなと思って、すごく楽しみにしております。10月20日から10日間、キラキラした東京になることをすごく願ってますので、皆さんぜひ参加してください。よろしくお願いします。こんにちは、永田沖里です。デザイナーとも7年目を迎えて、これまでの延べの参加し観覧していただいた方だと多分100万人を超えるようなイベントになってきました。なんかこれまでも多分ちっちゃなスパークいっぱい起こしてきたイベントだと思うんですけど、今回改めてスパークというテーマの中で、なんか皆さんのですね、才能を、まあ、未来にぶつけて、小さな、動きとか、なんかエンジンの発動みたいな、そんなきっかけになる、期間を東京で作りたいと思いますので、ぜひご応募ください。お待ちしております。実は川上俊という発起人のメンバーの一人がですね、ちょっと天候の関係で今回地方からちょっと来れないというところがありまして、参加できてないんですけども、まあ、今回も深く関わって、おりますので、ぜひ、皆さんと一緒に、このメンバーと一緒にですね、皆さんをサポートしていけたらなと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。発起人の皆さんありがとうございました。本当に今年も素晴らしい、クリエイティブを感じ、そして出会う10日間にするために、皆様のエントリーを、心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。スパーク。はい、それではここから詳しい説明をしてまいります。ここからはまずデザイナー東京として私たちが目指すビジョンについてお話をし、続いて今年のフェスティバルに関する詳細とエントリーの流れをお話しいたします。そして最後に出展を成功させるコツについてお話をいたします。今年からエントリーの期間や出展パッケージの内容に一部変更がありますので、過去にご出展いただいた方も最後までご覧ください。デザイナー東京は Into the Emotions 感動の入り口をコンセプトに2017年からスタートしたデザイン&アートフェスティバルです。世界屈指のミックスカルチャー都市である東京を舞台に、世界中からインテリア、アート、ファッション、テクノロジー、フードなどですね、さまざまなジャンルをリードする才能が集結しまして、都内各所で多彩な展示が繰り広げられます。各展示を回遊しながら街歩きが楽しめるこのイベントは、気に入ったらその場で購入可能な作品が多いのも大きな特徴です。また会期中、国内外のクリエイティブ関係者が、まあ、多くですね、交わることで想像を超えた化学反応が生まれ、新しいプロジェクトに発展したり、期待のホープが世の中に羽ばたくきっかけになることも少なくありません。サスティナビリティが常識になり、作る責任、使う責任が問われる中、クリエイティブなものづくりはこれからの社会を変える原動力となります。日々の暮らしに長く愛せるデザインやアートで潤いを与えていくデザイナー東京は、そんなかけがえのない出会いや感動をオーダレスにつないでいきます。デザイナー東京は次の3つのビジョンを柱にしています。まず1つに、日本を中心としたクリエイティブ産業の活性化、人々が良質なものづくりに触れ合い、生活を豊かにするものに対する価値を感じること、またそういったものを日常生活に取り入れたいと思う人々を増やすことで、クリエイティブ産業の活性化につなげていきたいと思います。デザインアートはパブリックアートの普及にも力を入れており、一般財団法人渋谷観光協会、一般社団法人渋谷未来デザインと協業し、アーティスト鈴木康弘の高級的なパブリックアート、渋谷の方位地震8の宇宙のプロデュースを手掛けました。
この作品は渋谷宮下パークの新しいスポットとなり話題を呼びました。またデザイナー東京では 1% フォーアートという制度の実現化を後押ししています。これは 1% フォーアートとはですね、例えば公共施設の建設費が100億円の場合、その 1% である1億円を芸術アートのために支出しようという考え方です。これが施行されることで、私たちが日常の中でアートに触れる機会が増え、街の活性化や教育、アーティスト、クリエイターの後押しにつながることになるのです。次に、世界の人々が感化し合う意義のある交流、デザイナー東京がジャンルを超えた国内外のさまざまなクリエイティブ関係者の交流の場となり、それによって思いもよらない化学反応が生まれ、新しいプロジェクトの発展につながることを目指しています。カンファレンスやパーティーなどで交流の場を積極的に設けていくことで、さらにその可能性を高めます。最後に、若手デザイナーとアーティストの後押し、10年後20年後の文化発展を見据え、若手クリエイターが冒険心を持ち独創性のある作品を発表する機会を作り出したいと考えています。デザイナー東京では2018年によりアンダーサーティという30歳以下の若手クリエイターを対象にした出展費が免除となる参加制度を用意しています。デザイナー東京はスタート以来規模を拡大しています。初回2017年には5万人にも満たなかった来場者は、昨年は延べ20万人を超えるまで大きく飛躍しました。今後も海外の主要なデザインウィークに引けを取らないものに発展していきたいと考えています。デザイナー東京の大きな特徴の一つは分散回遊型イベントであることです。都内に点在するさまざまな展示会場を街歩きしながら楽しむことができます。昨年は65会場で92組もの出展者が展示を行いました。今年からは東京駅周辺へとエリアを拡大予定となっております。デザイナー東京は年々オンラインコミュニケーションを強化しており、昨年はウェブサイトを大幅にリニューアルいたしました。より洗練されたデザイン、ユーザビリティの向上はもちろん、各種 SNS でも積極的に情報発信を行い、会期前後のアクセス数はウェブサイトと SNS 合わせて約258万にも上りました。今年もさらに新しいアプローチを取り入れながらフェスティバルを盛り上げていければと考えています。ではここからデザイナー東京2023年の出展概要について、詳しく説明をしていきます。今年の会期は2023年10月20日金曜日から29日日曜日の10日間となります。テーマはスパークス、思考の解放です。開催エリアはモス参道、外苑前、原宿、渋谷、六本木、広尾、銀座、そして今年から新たに東京駅周辺の8エリアを予定しています。丸の内、八重洲、京橋、日本橋の東京エリアは新しいギャラリーや建て替え前のビルを利用し、クリエイターたちの新たな表現の場として利用するなど注目のエリアとなっています。今年の数値目標としては、出展会場100カ所以上、来場者25万人以上、プレス掲載550倍体以上、またオンラインアクセス数は250万アクセス以上を目指しています。次にデザイナー東京の出展によるメリットをいくつかご紹介します。まず、集客と PR の拡大はデザイナー東京への出展による最も大きなメリットと言えます。単体で行うと、どうしても集客 PR を広げるために労力とお金がかかりすぎてしまいがちですが、約100の展示発表を同時に行うことで多くの業界関係者、一般来場者の注目を集めることになります。デザイナー東京の開催エリアは都内主要商業地域を中心としているため、各地で多くの来場者にアピールすることができます。次に、デザイナー東京による大規模なプロモーションツールについてお話しいたします。今年も引き続きオンラインでの情報発信の強化を行います。昨年リニューアルしたウェブサイトでは、エリアやジャンルなどを絞って検索できる機能はもちろん、タグ機能も追加したことで、来場者が多くの展示から興味のある出展者情報へよりスムーズにたどり着けるようになりました。 SNS ではフェスティバル期間中だけではなく、その前後においても皆様の活動や展示のご紹介をより強化していきたいと思っています。
都内の商業施設、ホテル、美術館、ギャラリー、ショップ、カフェなど250カ所以上で配布されるオフィシャルガイドマップは、注目の展示の紹介やインタビュー記事の掲載などがあり、来場者の期待度を高めます。さらに全出展者が掲載されたマップはデザイナー東京をよりスムーズに回遊するために欠かせないアイテムとなっております。もちろんデータ版 Google マップバージョンもオンラインで公開いたします。 SNS への情報発信にもより一層力を入れてまいります。レポーターが出展会場でクリエイターに直接インタビューする Instagram のライブレポートは毎年ご好評をいただいており、昨年からは新たなリポーターも起用し、展示を見るだけではわからないその奥にあるストーリーを届けるレポートを目指してまいります。この Instagram ライブレポートはレギュラー以上のパッケージに含まれておりますので、パッケージ選択の際にはぜひご検討ください。このようにフィジカルとオンラインをシームレスにつなぎ、皆様の展示について情報を最大限に拡散してまいります。加えてデザイナー東京はこれまでの積み重ねにより多くのメディアの皆様から注目を集めるフェスティバルへと成長しました。昨年2022年のメディア掲載数は国内外合わせて500を超え、たくさんの媒体を通じて私たちのイベントについてご紹介をしていただきました。また毎年国内外の有力メディアをメディアパートナーとして迎えており、私たちの持つ広いメディアネットワークをぜひ活用いただきたいと考えています。3点目にはデザイナー東京のマッチングによる展示コラボレーションについてお話しいたします。デザイナー東京では会場とクリエイターを結びつける展示マッチングというシステムを採用しております。展示会場を提供できるが展示作品がないというプラン B の出展者には展示作品を、作品は提供できるが会場を探しているというプラン C の出展者には展示会場を、新たな化学反応が起こるようそれぞれのご希望に寄り添いながら丁寧にマッチングコーディネートを行います。昨年は53組ものマッチングが成立し、新鮮なコラボレーションがフェスティバルを大いに盛り上げました。デザイナー東京では通常は展示などに使われていないようなスペースも有効活用することによって、クリエイターや場所の新たな可能性を引き出す取り組みを積極的に行っています。また毎年合同展示スペースをいくつか設けていますが、出展者によっては単独展示ではなく複数の出展者と会場を共にすることで新たな出会いや集客力の相乗効果を期待される方々も多くいらっしゃいますので、ご希望の方はぜひエントリー時にリクエストをいただければと思います。マッチングコーディネートでは各出展者の作品に合わせて一つずつ展示スペースを探し、場所側への提案や交渉を行うプロセスを踏んでいきます。今まで実績のない場所であってもエリア内であれば展示スペースになり得る可能性もありますので、もしご希望のイメージなどありましたらぜひエントリー時にご相談ください。4つ目の出展メリットは販売機会の創出です。デザイナー東京では展示作品に値段をつけて販売することをお勧めしています。これまでも数千円から数百万円の規模でデザインプロダクトやアート作品の販売が実現しました。昨年2022年には約3000万円もの作品販売総額となり、大きく販売実績を伸ばすことができています。また展示作品を見て作品を買いたいと思った方がウェブサイトからスムーズに購入が進められるように、サイト上に購入ボタンを設置しています。今現在 EC サイトをお持ちでない方も、最近は簡単に作れるサービスが増えておりますので EC サイトを作成することをお勧めいたします。それではここから出展形態について詳しく説明をしていきたいと思います。出展プランにはプラン A、B、C の3種類があります。プラン A は展示会場と展示作品を共にご用意可能な方、プラン B は会場があり作品をお探しの方、プラン C は作品をお持ちの方で会場をお探しの方のためのプランとなっております。プラン A は店舗があるインテリアショップやギャラリー向けとなっており、デザイナー東京の期間でしか出会えない新たな客層への認知拡大などにつながります。また発表したい作品をお持ちの出展者が自身でレンタルスペースなどをご用意して出展するというケースもあります。プラン B とプラン C の出展者にはマッチングコーディネートが行われます。プラン B の方には展示作品を、プラン C の方には展示会場を、それぞれのご希望に寄り添いながらデザイナー東京は丁寧にマッチングをしてまいります。プラン B は会場があり作品をお探しの方、例えばショップの空きスペースをギャラリーとして活用したい、普段とは違うクリエイターとコラボレーションしたいなど、
作品を展示することによりその空間の持つ新たな可能性を引き出すことができます。プラン C は展示作品をお持ちの方で会場を探しの方のためのプランです。エントリー時に提出いただいた資料をもとにデザイナー東京が会場とのコーディネーションを行います。ショップやギャラリー、商業施設、カフェなどデザイナー東京ならではの会場での展示を行うことにより単独展示ではできないような新たな出会いの機会となります。このようにプラン B とプラン C の出展者には専属スタッフによりマッチングコーディネートが行われるためコーディネート費用を別途いただいておりますのであらかじめご了承ください。プランを選んだら次はパッケージを選択していただきます。パッケージはウェブサイトの掲載情報の大きさや含まれるオプションの内容に応じてスモール、レギュラー、ラージ、エクストララージの中からお選びいただけます。スモール20万円、レギュラー30万円、ラージ50万円、エクストララージ100万円としてそれぞれを設定しております。スモールの場合、ウェブサイトで掲載できる画像の枚数や説明文の文字数は限られますが、コンパクトな情報掲載でリーズナブルに出展が可能です。若手クリエイターや小規模な企業、ブランドにおすすめです。レギュラーになると画像や説明文においてより多くの情報を掲載することが可能になるだけではなく、動画の掲載や会期中の SNS での紹介、Instagram のライブレポートなども含まれ、多様なツールで情報発信をすることが可能になります。スモールと10万円の差で多くのコンテンツが含まれることとなります。ラージは豊富なコンテンツを盛り込んだ情報発信が可能となります。ウェブ上の掲載画像は合計5枚まで、説明文の文字数もレギュラーの倍となるため、作品の背景や思いなど十二分に伝えることが可能となります。また、動画掲載や SNS の回帰中、Instagram のライブレポートはもちろんですが、このラージプランの大きな特徴は、公式ウェブサイト上のトップページで注目の出展者として、作品画像を大きくスライド表示させることができるんです。多くある展示の中でもより展示の注目度を上げることができます。エクストララージプランではウェブ上の掲載画像は最大10枚、説明文の文字数もラージプランの倍となり、展示の魅力はもちろんのこと、作品制作にあたり複数の企業が関わっている場合などにその皆様のご紹介なども存分に盛り込めるボリュームとなります。またウェブサイトのトップページスライド掲載、PR 動画の制作、ウェブサイトのインタビューページの掲載など、他のプランではオプションとなっている全てのものが含まれるプランとなっており、フェスティバル前から告知を行うことが可能です。全てのパッケージにはデザイナー東京のカッティングシート、フラッグが含まれています。このオフィシャルツールは100カ所以上の会場を巡る際、来場者の皆様にすぐに展示会場を見つけていただける重要なサインとなっておりますので、来場者の目につきやすい場所に設置をお勧めしています。またフラッグは昨年よりサンロレンツォジャパン様のサポートにより全出展者に支給しております。過去のフラッグをお持ちの出展者様は複数箇所でぜひご活用ください。デザイナー東京では今年もオフィシャル SNS での情報発信を積極的に行います。パッケージごとに含まれる SNS での情報発信のオプションが異なりますので、こちらもパッケージを選択する際にご参考ください。ここからは各オプションの内容をご説明いたします。まず会期前に行う事前展示紹介です。ウェブサイトにご登録いただいた画像や展示情報をもとに会期前に展示のご紹介をいたします。こちらは全パッケージに含まれています。こちらは昨年から新たなオプションとして登場した PR 動画制作配信です。デザイナー東京の制作チームが会期前に PR 動画を制作し SNS で発信します。インタビュー形式からブランド紹介までヒアリングをもとに制作し PR の強化を促していきます。レギュラー以上ではウェブサイトの出展者ページに動画の貼り付けが可能となりますので、そちらにご活用いただくこともできます。こちらはエクストララージには含まれますが、それ以外のパッケージの選択の方は追加オプションでお申し込みも可能となっています。こちらの実展示紹介は会議中にスタッフが展示会場に伺い実際の展示風景を投稿します。実際の展示風景がデザイナー東京のオフィシャル SNS から投稿されるのはこの実展示紹介のみとなります。来場者が多数ある展示の中から回遊先を選ぶ重要な参考情報となります。こちらはレギュラーから含まれるサービスとなります。
会期中に行うインスタグラムのライブレポートは、インタビュアーが展示会場に伺い、クリエイターや展示担当者にインタビューを行います。制作秘話や背景のストーリーを届けることで展示への期待感を高めます。アーカイブもされますので、継続した告知につながるとご好評をいただいております。こちらもレギュラー以上から含まれるサービスとなっています。こちらは中澤&パートナーズ様のご協力のもと行う展示撮影です。リーズナブルな価格設定で展示の記録撮影を行い、会期終了後に納品いたします。ウェブサイト、SNS での活動のご紹介など、会期終了後の PR などにご活用いただけます。こちらはエクストララージには含まれますが、それ以外のパッケージを選択の方は追加オプションでお申し込みも可能となっています。デザイナー東京では30歳以下のクリエイターの方のためにアンダー30という支援制度を用意しています。この支援制度は2018年より行っており、若手デザイナー、アーティストの支援を目的とした出展費免除の制度となっています。応募作品を発起人が選考し、30歳以下のクリエイターから5組を選出します。選出された5組のクリエイターはマッチングコーディネートに展示を行い、 SNS やガイドマップでもご紹介されます。ぜひ Under30 にエントリーし、成功への一歩をつかんでください。次にですね、スケジュールに関してご説明いたします。今年はプランによりエントリー期間が異なりますのでご注意ください。またご出展には実行委員会による選考審査がありまして、展示内容を企画書で、ご提出をいただいております。詳しくはウェブサイトよりエントリーガイドラインをご覧ください。プラン A のエントリー期間は3月1日から6月30日の4ヶ月間となります。選考結果はエントリー月の翌月の10日頃を予定しております。アンダーサーティーのエントリー期間は3月1日から31日の1ヶ月間のみとなります。ご提出いただいた資料をもとに、デザイナー東京の発起人が5組を選出し、選考結果は4月20日頃を予定しています。今年から新たにプラン B とプラン C には2つのエントリー期間を設けました。第1期のエントリー期間は3月1日から31日で、選考結果は4月15日頃を予定しております。選考を通過し、出展が決定した出展者はマッチングコーディネートによって会場を決定し、展示へ向けての準備を進行します。第1期にて選考を追加した出展者から優先的にマッチングコーディネートを行いますので、早めに会場をお探しの方は第1期へのエントリーをお勧めします。第2期のエントリー期間は4月1日から4月30日で、選考結果は5月15日頃を予定しています。まだ企画段階の方、作品を制作中の方も4月30日が最終日となりますので、ぜひこの日までにエントリーをお願いいたします。ウェブサイトで公開される展示の情報は全出展者がオンライン上で登録を行います。またこの情報はウェブサイトで公開されるだけでなく、プレスリリースや SNS などでの情報発信をする際に利用しますので、必ず期日までに入力をお願いいたします。詳しい日時は出展者の皆様に送られるニュースレターでお知らせいたします。10月20日からいよいよ10日間の会期がスタートします。スケジュールの詳細やアップデートがある場合には随時お知らせいたします。出展に関する詳細をまとめた出展ガイドラインがデザイナー東京公式ウェブサイトよりダウンロードできますので、エントリーの前に必ずご一読ください。最後に出展を成功に導くためのコツについてお話しいたします。まず第一に、作品発表内容が決まったらプレスリリースを作成し、メディアや SNS を用いて出展の告知をしてください。プレスリリースは誰がどこで何をいつという基本的な情報に加え、読んだ人が広げたくなるような画像や、なぜこの展示を行うのか、なぜ制作したのかなど、その背景のストーリーを伝えることが重要です。また、Instagram や Facebook、Twitter などの SNS はプロモーションに今や欠かせないツールとなりました。ぜひ積極的に会期前からソーシャルメディアでデザイナー東京2023への出展を告知してください。この時にインスタグラムではビジュアルを重視し、Facebook では丁寧な情報発信を重視し、Twitter では見た人が思わず誰かに伝えたくなるような拡散性を意識するとより効果が出やすいでしょう。SNS で出展情報を発信する際には、
ぜひハッシュタグデザイナーと東京2023をご活用ください。会期前は SNS のアクセス数も非常に増え、ハッシュタグ検索を利用して情報収集をする来場者が増えておりますので、プロモーションの強化につながります。またオフィシャルのアカウントからも情報拡散を積極的に行ってまいります。皆様一人一人の情報拡散が大きなムーブメントを作り出していきますので、ぜひご活用ください。デザイナー東京ではベストレポートチャレンジというキャンペーンを行っています。来場者がインスタグラムで専用ハッシュタグをつけて展示の感想をアップすると豪華賞品が当たるというこのキャンペーンは、昨年は200件を超える投稿がありました。来場者参加型のコンテンツは今年も新たな施策を計画しています。パーティーやトークイベントを行うことで来場者とコミュニケーションの機会を作ることも重要です。ワークショップや期間限定のサービスなどを企画して、普段の顧客はもちろんデザイナー東京の期間でしか出会えない新たな出会いのきっかけとなります。ここで重要なのは、来場してくれた人にまだ出会ったことのない人を紹介してあげることが満足度につながり、巡り巡って新しいお客様が倍増しますので、ぜひ実践してみてください。ウェブサイトではイベントページを設けており、全出店者がイベント情報を公開することができます。また SNS でも情報を発信していきます。デザイナー東京では作品を所有する喜びを感じてもらいたいという考えのもと、販売可能な展示作品にはできるだけプライスをつけていただくようお願いしています。作品にプライスがつくことで作品を所有できる、デザインやアートに自分も関わることができるという意識を来場者に持ってもらうことを期待しています。さらに展示会場でなるべく多くのお客様と直接お話をされることをお勧めいたします。実際にクリエイターの話を聞くことができ、作品に対してさらに興味を持っていただくことで購入につながることも多くあります。展示会場がマッチングにより決められる場合にも、会場の接客スタッフがお客様に作品の魅力を伝えることができるように準備をしていくことも重要です。ぜひ展示会場のスタッフに作品についてレクチャーを事前にしてください。また販売後の決済方法や作品の輸送方法まで含めて準備をしておくとスムーズです。デザイナー東京は来場者が自分の気に入ったアート作品や家具を生活に取り入れていく喜びを広めていきたいと考えています。それではこちらでエントリービデオの説明は以上となります。エントリーガイドラインはウェブサイトのエントリーページからご覧いただけます。またオンラインの個別相談会も実施しておりますので、ぜひそちらもご参照ください。そしてここにいるですね、事務局のメンバーがですね、皆さんの出展をサポートさせていただきます。ご不明な点などあればですね、お気軽にまずはメールにてご連絡いただければと思います。それでは皆さんのエントリーお待ちしております。